皆さんこんにちは、のてんです。じゃーん、みんな大好きぷよぷよボール。めちゃくちゃぷにゅぷにしてるんですよ。え、もしかしてこれってグミなんじゃないの？はい、ということで今回は巨大ぷよぷよボールグミを作っていきたいと思います。材料はこちら、コーラ、ゼラチン、巨大風船、以上です。まず最初にコーラを耐熱容器に移して電子レンジで温めます。プシュって言うよ、みんな。せーの、入った。レンジ行ってきます。はい、コーラが温まりました。それではここにゼラチンを入れていきます。コーラとゼラチンの割合は10対1ぐらいでやっていきます。ほっ、めっちゃ泡になった。はい、ゼラチンが溶けました。そしたらロートを使ってペットボトルの中にグミ液を戻していきます。失敗できない。ゆえーこぼしたけど、カメラに映ってない方。よし、いいね、いいね。次によく洗った石鹸を、石鹸じゃねえな。よく洗った風船を膨らまして、コーラの口につけて、この風船の中にグミ液を入れていきます。すごい。あー、こんなにしとく？よいしょ。おー、あー、怖い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 。怖い。おー、怖えー。来た。もう一個あるから、もう一個。やばい、中盛り結んでこれを冷蔵庫で冷やしていきます。うわじゃーん、冷えて固まりました。なんかでは早速風船を剥いていきたいと思います。いきますよ、せーの。あご、おおおお、あー、刺さったけど割れないんだな。ハサミで剥いていきます。ピンピン。お、おっとわー、みんな見てて、脱皮脱皮。うわーうわーめちゃ日焼けしちゃったグミね。あー、日焼けしたぜ。皮でも剥けるかな。うおー、すごーしてるもん。お、私が映ってる。やっほー。はい、ということで巨大ぷよぷよボールグミできました。形がじゃあちょっともったいないんですけど切ってみましょう。わー、綺麗、透き通ってる。おー、テロ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 、ブヨ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 、巨大ぷよぷよボールグミ、いただきます。うん、ぷよぷよボール、完全にぷよぷよボールだ。え、もう一緒だもん。え、どっちがぷよぷよボールでどっちがグミかわかんない。あ、だだだ。皆さんもよかったら作ってみてください。はい、ということで今日もバンナム TV 見てくださってありがとうございます。チャンネル登録、高評価、ツイッターフォローよろしくお願いします。それではまた明日の動画でお会いしましょう。またねー。